こんにちは、高山です。純正のオフィスって高いですよね。というわけで今回はおすすめのオフィス互換ソフトベスト3ということで、これを分かりやすく5分で解説します。それでは用意スタート。ではまず3位から紹介します。これは Google のオンラインサービスです。ドキュメント、スプレッドシート、スライドという名称になっており、インストール不要で使えるサービスです。つまりブラウザからアクセスできて編集できるということです。職場のパソコンでもログインしたら編集中のファイルがそのまま扱えます。もちろんマイクロソフトオフィスで制作されたファイルも開くことができますし、保存や印刷なども全く問題ない範囲で使用することができます。Google が運営元ということもあり、動作も比較的安定しています。欠点としては Excel や Word のデータを完全に同じ状態で開けない場合があることです。またマクロなどにも対応していません。よって毎日 Excel と Word のデータを取引先や部署内で交換し合っているような場合は使わない方がいいです。逆に向いていると言えるのは、家で文章メインのレポートを作成する学生さんや、資料を印刷して配布するような使い方を想定しているユーザーです。この場合は全く問題なく使うことができるでしょう。操作性も全く同じというわけではないですが、無料互換ソフトの中ではかなり使いやすいと感じています。とにかくインストールなしでいきなり使えるので、とりあえず試してみてダメだったら次に紹介するものを使ってみてください。第2位はオフィスオンラインです。これはマイクロソフト純正のオンラインサービスです。ここに来てまさかの互換じゃなく純正を紹介します。ごめんなさい。でもこのオンラインサービスは無料で使うことができます。さすがにマイクロソフトが提供しているだけのことはあって、仕事で受け取ったファイルを純正の表示で開くことができます。これは Google のオンラインサービスより便利な点です。もちろん操作も最高です。さらにオンラインですのでインストールも不要、会社から同じファイルにアクセスすることも可能です。ここまで聞いたらもうこれでええやんと思ったかもしれませんが、このサービスには大きな欠点があります。それは編集にかなり制限があるということです。代表的な例を挙げるとこんな感じになります。まず一番致命的なのが、 Word で図形を挿入することができません。これは結構使う人もいるかと思います。さらに文書構成、引用、目次なども追加することができません。さらにPowerPointに至ってはオーディオの追加やグラフの追加ができないので、新規作成は厳しいと言えるでしょう。このような制限が多い仕様となっているオフィスオンラインですが、読み込むことに関しては何も問題がないので、ギリギリ2位という位置づけにしました。仕事で他社から受け取ったオフィスファイルをよく開くような人にはおすすめです。がっつり編集することに関してはおすすめできないので、次に紹介する第1位と併用することをおすすめします。第1位は WPS Office です。これはキングソフトが出している有料ソフトウェアとなります。インストール型でパッケージ版もあります。このソフトの最大の利点は、とにかく長年マイクロソフトオフィスを模倣し続けてきたということです。再現度が尋常じゃないぐらい高いソフトウェアなんです。ボタンの配置や操作の感覚など、マイクロソフトオフィスの操作説明を見た後に触ってもそのまま使えてしまうぐらいそっくりに仕上がっています。もちろんオフィス純正のファイルも開けますし、保存もできます。読み込みや編集も互換ソフトとしては最高峰の完成度です。欠点としては値段が4000円から6000円ほどと中堅の価格帯であることです。先ほど紹介した Google や Office Online は完全に無料で使うことができるので、コスパを比べるとどうしても億劫になってしまう価格です。ですのでとりあえず使用版を試してみることをお勧めします。Amazon などで30日間無料で使うことができるダウンロード版が配信されています。一応概要欄にリンクも載せておきます。実際触って試してみて気に入ったら購入すればいいし、逆にオフィスを使う予定が思ったほどなかったという場合は、30日後にソフトを消して Google や Microsoft のオンラインサービスで間に合わせていくという選択肢もあります。僕のおすすめの使い方としては、基本の閲覧と編集はオフィスオンラインでやっちゃって、編集できない部分がある場合だけ WPS を起動するというハイブリッドパターンを押しています。はい、
というわけで、おすすめベスト3の紹介でした。気になったものはありましたか？時間も5分以内に収まったようで良かったです。質問等ありましたら遠慮なくコメント欄に書いていってください。まあぶっちゃけ言うと、ヤフオクで買えば1000円とかで純正使えますけどね。絶対にやっちゃダメですよ。今の部分は聞かなかったことにしてください。僕のチャンネルではデジタルガジェットを中心とした解説やレビューもしていますので、他の動画もぜひチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。